まあ、今日ちょっと何をお話しようかなと思ってまして、まあ、20分ぐらいなので、まあ、ちょっと自己紹介が中心かなというところになります。で、私、まあ、小山高専の、教員をして、まあ、大体8年ぐらいになるんでしょうかね。その前は民間企業で勤めておりました。で、まあ、ひょんなところでですね、NPO を立ち上げることになったんですけれども、まあ、ちょっと自己紹介をさせていただきたいと思いますけれども、この、ですね、写真の左下に写っているのは、これ透明な太陽電池です。で、これはプラスチックとかですね、紙とか布に、作ることができるので、いろんなところでですね、まあ、電気を生み出せると。で、まあ、そういうのようなことも研究しながら、あとはですね、今日参加しているあの、株式会社緑門の下山田社長と一緒にですね、お茶の葉を使って、発電するようなキットを作ったりですね、まあ、そんなようなあのことをやっています。で、まあ、私何者かということなんですけれども、まあ、今勤めている小山高専の、卒業生です。で、まあ、小山高専卒業してですね、九州工業大学というところに行きました。で、まあ、なぜ九州工業大学だったのかというと、実は私、昆虫が大好きでですね、昆虫の足を真似たロボットを高専の時に作ってたんですけれども、まあ、その研究の第一人者のお弟子さんがですね、九州工業大学で研究室を立ち上げたということで、じゃあ行ってみようということでですね、九州まで下っていったんですけれども、実は、そこの隣の研究室の先生がですね、塗って作れる太陽電池を研究してまして、そっちに、お世話になることになりました。で、博士課程を取ってですね、今度は住友化学という会社で、まあ、今の研究の前身みたいなことをやりました。まあ、主に研究してたのは、高分子有機EL といって、まあ、発光する光る素子ですね。今、テレビのバックライトなんかにも使われてますけれども、まあ、そういうようなことをやっていました。で、これですね。これが私大学院の時に初めて国際会議で、ハワイだったかなに行った時の写真なんですけれども、まあ後ろにちっちゃく写ってるのが私ですね。で、初めての海外旅行でした。で、なんていうのかな。ただ、海外でどうしたらいいかもわからずにですね、ハワイのビーチで、スーツで一生懸命発表練習をしてたっていうことを覚えてます。で、で、実はですね、まあ、ここの時に一緒に、その時付き合っていたですね、お付き合いしていた彼女も一緒に来てるんですけれども、まあ、それ今の家内なんですけれども、まあ、家内は、まあ、精神科医をやってるんですけれども、まあ、私より早く、働いてました。まあ、年も上ですし、で、私は、博士課程に行った時にですね、なんていうのかな、もうみんな働いてお金取ってるんだけど、まあ私は稼ぎがないな。で、じゃあなんとかなんないかなと思って、国の研究員に応募したんですね。で、そしたらうまく、お金がもらえてですね、1ヶ月多分30万円ぐらい生活費がもらえたんでしょうかね。それが、取れるようになって、今のかみさんに、じゃあ結婚しようかということでですね、まあ、酔っ払った勢いで話したんですけれども、そしたらもう次の日から、まあ、ベクトルがそういう形に動いちゃってですね、学生結婚しました。まあ、ですので、会社に入ってもらったボーナスをちゃんと使う、楽しみながら使うっていう方法はですね、できていないんですけれども、ぜひ、皆さん、学生結婚はお勧めしませんので、ということで、まあ、これ、オンデマンドで配信された時に聞いてもらえればなと思ってます。で、その後ですね、まあ、会社に入って、で、まあ、いろんな出会いがありました。これ、真ん中にいるのがですね、実はノーベル化学賞を受賞した白川秀樹先生で、左にいるのは私のその時の上司ですね。この上司は、自称、高分子有機EL を初めて発見したというふうに言っていますけれども、まあそういう方と出会いながらですね、まあ白川先生とも、お知り合いになれて、いろんな実験教室なんかでもですね、ご一緒させていただきました。後でこのお話させていただきます。で、
会社に勤めて7、8年ぐらいしたときに、まあ、今の小山高専と当時住んでいた自宅というのは非常に近くてですね、恩師に挨拶に行こうと思ったんですね。で、まあ、ワイン片手に恩師のところに行ったら、いやもう加藤君ね、もう私終わりなんだよって、どうって言われて、何がどうですか、いやいやいや、どうだよって言われて、でその時初めて私を小山高専の後継者にしたいんだなっていうのが分かってですね、まあ、そこから動き出した歯車は止まらずにですね、まあ、高専に戻ってきて、まあ、こういう立場にあるというような状況です。で、まあ、高専の先生って、授業だけしてるんでしょってこう思われがちなんですけれども、ちょっとその辺お話しておきます。学生の写真なのでちょっと顔をニコちゃんマークで隠してますけれども、左の下にいるのが私ですね。でうちの学校は、3年生と4年生と5年生を一貫して担任として持ちます。まあ、今ちょっと変わってるんですけれども、これ2018年の3月に卒業させた学生たちとの写真なんですけれども、まあ3年間はですねほとんど身動き取れません。今仙台高専の矢島先生入ってるんですけれども、矢島先生も多分、もっといろんなご経験されてると思うんですけれども、例えばですね、学生40人見ます。で卒業させるときに、まあ、就職とか進学させますから、例えば、3社学生が1人受ける、編入するのに大学を3校受けるとなると、40人 ×3×一つの、なんて言うんでしょうかね、推薦書とか、経歴書にだいたい早くても40分ぐらいかかりますので、それだけで4800時間かかっちゃう。だこうすると、もう4800分ですね。そうすると80時間ぐらいかかっちゃう。で、さらに、ありがたいことに、高専はいろんなところから、求人をいただきます。で、私が担当したときは150社さん来まして、で、一つの企業さんで面接30分。これだけで75時間ですね。なのでトータルすると丸1ヶ月ぐらいはですね、この仕事でもう終わっちゃうっていうような状況ですね。だから黒板に書いて白板に書いて授業してるっていう姿はほんの氷山の一角であって、実は全然違う仕事で時間が取られてるんですね。でこれだけじゃないんです。まあ、私さっき太陽電池の研究してますよと言いましたけれども、まあ、そういう研究をですね、まあ、見ていただいて、いろんな専門情報誌からの執筆の依頼が来ます。あとは、じゃあ、加藤の研究もう少し、世の中に貢献してくれよということで、自治体からの受託研究が来ます。それから学校の先生ですから部活もあります。部活の引率で、まあ、私ソフトテニス部の引率なんですけれども、こういうような引率業務があったりとか、あとは、まあ、研究のことでですね講演してくれって言われて、まあ、講演に行ったりですね、あとは国際交流というのが盛んになってきてまして、まあ、今年はちょっとコロナで受け入れてないんですけれども、まあ、例年、3ヶ月ぐらいの留学生をですね、何人か受け入れます。これ去年フランスから来た、女性の学生ですけれども、まあ、こんなのをやったりするということです。あとはこれですね、まあ、日本の中でだけで研究しててもこれはあまりインパクトがありませんので、一生懸命その研究の成果を論文にしてですね、書く。でそうすると逆に他の研究者が私の論文正しいのかどうかを見てくださいっていうようなことが来ます。ですので、OK か NG かというジャッジをする、まあ、国際学術雑誌の査読ですね。あとはその編集員をやったり、いろんな企業さんとも共同研究して社会にその研究の成果をアピールしていかなきゃいけません。それからいろんな国内国外から、新聞や雑誌そんな取材が来たりですね。あとは小学校や中学校なんかに、授業を教えに行くと、まあ、出前授業なんかもやったりします。で、たまにですね時間が取れるとやっぱり自分の研究っていうのを世界に発信しなきゃいけませんから、まあ、外国に行って自分の研究を発表したりとかですね、まあ、これ、まあ、そういうようなことをしたりして、まあ、論文書いたりしてですね、やると。
で、なぜこんなことをやるかっていうと、やっぱり学生たちには世界的な研究をさせてあげたいということで、そうするためにやっぱり教える我々がそういう知識を持っていなきゃいけませんし、まあ、もちろん英語力もそうですし、そういうコミュニケーションをして情報を取ってくるということをしなきゃいけませんので、まあ、こんなことをやったりしています。で、まあ、私の研究って、さっきお見せした透明な太陽電池作ったりですね、あとは、熱を電気に変えるような、プレートを作ったりしてます。で、まあ、こういうのを世界に発信すると、やっぱりその、まあ、どうやって研究してんのということで、取材が入ったりですね、まあ、します。これ取材されている様子ですけれども、左側は企業の研究者で、右側はうちの研究室の学生。まあ、そんな感じでやっているということですね。で、まあ、教育と研究っていうのは今ちょっとお話できたかなと思います。ただ私一つ夢があってですね、何の夢かというと、学校を作りたいですね。その理由お話してきますけれども、やっぱり日本ってすごく生活環境が恵まれてます。で、私あのタイに、学会の発表で行ったというふうに先ほど申し上げましたけれども、そういうところとかですね、フィリピンなんか行くと、もうなんて言うんでしょう、スラムがあってですね、その辺におしっこやうんこを垂れ流すような生活。あとは、タクシーをチャーターしてですね、そういうスラム抜けた時があったんですけれども、お前さん、窓をちゃんと閉めてロックかけた方がいいよって言われたんですね。で、その通りにしたんですけれども、そうするとしばらくしてですね、吸いかけのタバコをこうほぐして、箱に入れたやつをこう売りに来る子どもたちがいるんですね。お金ちょうだいって、タバコあげるからお金ちょうだいって。だからその子どもたちを見たときにですね、教育というレベルではないなと。これはもう生活すらままなってないから、やっぱり勉強して研究して楽しい思いをするってことはこれはできない。それじゃいけないな。私はその高専で教鞭を持つ人間として、そういう状況を見たときにですね、これは変えていかなきゃいけない。もちろん世界に限らず日本でも同じことが言えてると思います。まあ、その夢を実現しようと思って立ち上げたのが NPO 法人エナジーエデュケーションということになります。後でお話ししますけれども。で、ただそういう思いを持ちながらですね、まあ、学校の先生やってると、学生っていうのは私の背中をしっかり見てるんですね。先生また今日も出張して遊んでるよって思ってたのかもしれません。で、ただですね、これ、東京のあるところで発表している様子が YouTube に、流しされているような状況を学生が見るとですね、あ、先生ちゃんとやってるんだなっていうのをですね、学生が分かってくれてですね、まあ、昔は私が出張すると学生も出張してたんですけれども、最近は、私がいない時に逆に一生懸命やって、それをメールとかですね、まあ、ウェブツールを使って報告してくれるようになりました。やっぱりだから自分が一生懸命やってると、それは周りがよく分かってくれてるんだなということを、まあ、感じた次第です。で、ここでまた白川先生なんですけれども、で、やっぱり研究って私自身が楽しむ、教育もそうです。一生懸命やって、学んでもらってる姿を見るのが楽しい。で、白川先生おっしゃったのは、これ一緒に実験教室をやった時なんですけれども、加藤くんね、研究ってやっぱり自分自身が楽しまないとダメだよ。で、その楽しい研究を次の世代の子どもたち、科学者に伝えてくださいね。こうおっしゃられました。で、私それ今でも、心の中に強く残ってまして、この右下のですね、発電キット、これ、緑門の下山田さんと一緒に作ったんですけれども、まあ、こんなのを作ったりとかですね、そういうようなこともやっています。で、それを使って、安全で安心なお茶の葉の光合成を真似た太陽電池のキット、で、これをいろんな子どもたちが集まる教室でですね、実験するというようなこともやっております。で、そうですね、はい。で、まあ、これ、まあ、私の研究を一緒にやってるネットワークなんですけれども、まあ、いろんな方とですね、出会ってきました。で、本当に一期一会、まあ、だからこれは、まあ、もともと茶道、先ほどの緑門さんのお茶の葉じゃないですけれども、まあ、
茶道ですね、中で重要な言葉で一期一会だから、要はそのお茶の席で会える人間というのはもう一緒に一回かもしれませんよって、だからそういうスタンスで、まあ、その席に臨んでくださいねというのが一期一会なんですけれども、まあ、なんと言うんでしょう、そういう一期一会が、を大事にして人と接するとですね、仲間も増えてきますし、また巡り合うんですね。だから一期一会が一回じゃなくて、それがもう何回も重なっていって、さらにいろんな人とのつながりになってくるというのがすごく最近実感しています。で、まあ、この先生方と一緒にですね、研究や教育やってるんですけれども、まあ、私の教育の、モットーがこれです。〇〇くんね、それできなかったらきっとダメだよって。ほらね、だから言ったじゃんって。結局そんなやり方したから失敗したでしょ。まあまあ、まず無理だよって。まあ、こういう教え方もあります。で、私これですね、絶対やりません。これです。あー、き〇〇くんさ、それその自分のアイデアでやったらきっと成功するんじゃない、すごいじゃんって。ちょっとさ、その考え方がちょっと違ってたかもしれないけれども、結果的になんかすごい面白いの見えたよね。それ行こうよ、任す、もう任すよ、先生この配合どうしたらいいですか、任す、もうそっちの方がプロでしょって、現場いる皆さんの方がプロなんだからやって、任すよって、これが私の口癖です。まあ、学生自身が自分の頭の中で一生懸命考えた提案を教えてる教員に受け入れてもらって、でそれが成功した時、これはですね、ものすごい彼らの自信になるんですね。まあ、私今41歳ですけれども、私自身も多分今でもそうです。ない頭で一生懸命考えて、すごい先生に、まあ、こういうようなことをしてもらったら、きっと私自身も自信がさらにつくなというふうに思ってます。まあ、これが私のやり方ですね。で、どういう思いを持って教育してるかっていうと、これ、矢島先生と一緒に、このコンピテンシーというですね、行動特性に関する研究を一緒にやらせていただいたんですけれども、これ横軸が学問の軸ですね。右に行けば行くほど正しくて理論的で役に立つような、学問を学んでいる。で、縦軸は、イノベーション。要は、大胆な発想ができて、今までにない考えを提案して、提案数をいっぱい出せるよと、外に出せるよと。で、これが、総合的にこう上に上がっていってですね、一番右上のところ、これに来るのがやっぱり、まあ、教育で目指すべきところかなと思ってます。で、ただですね、まあ、通常の教育だけやってるとなかなか、ここにはいけないと。ですので、まあ、いろいろ高専とかですね、いろんな学校教育機関は、産業界と連携したりとかですね、いろんな斬新な講演をしてくれてる人から、まあ、知識やですね、なんて言うんでしょう、ノウハウを学んだりというようなことが取り入れられてます。だから、まあ、昨今の高専というのは、まあ、こういうような、考え方をしてですね、動いているのも、まあ、一つあるわけです。で、ただですね、中学校を卒業して、15、6ぐらいからですね、やって果たして間に合うのか、まあ、間に合うとは思うんですけれども、私はですね、もうすでに、3歳4歳の子供、それから小学校中学校、この時点で、いろんなことを学べる、もう人材素質になってるわけですね。これ私の、子供3歳の時の絵を、描いたんですけれども、まあ、頭の中、大好きな新幹線でいっぱいです。まあ、新幹線に興味を持つということは、もうそれなりにいろんなものを吸収できる状況になってます。ですから、もう本当に小学校、中学校のうちからですね、まあ、学問は、これは徐々に勉強していくわけですから、そうじゃなくてメンタルであったりとか、発想を出すような、取り組みとかですね、まあ、そういうことをもう若いうちからやっていくと、まあ、こうやってぐーんと赤の矢印で、書いてありますけれども、学問が成熟したような、頃にはですね、ものすごく飛び抜けた、イノベーションを起こせる、まあ、人間ができてるんじゃないかなということを考えてます。
ですから私はその、なんて言うんでしょう、最先端の科学を子どもたちに対して実験教室でやらせるというのも、こういうところにつながっているのかなというふうに考えています。で、これ、今日参加してもらっている、株式会社緑門の、下山田さんとですね、一緒に、考えているものですけれども、まあ、下山田さんは、そのパッションがすごく重要だよと。で、そのパッションを、湧き上がらせるようなきっかけをやっぱり、作る工夫を、まあ、よく考えてくれているような状況です。ですので、まあ、NPO としても、まあ、さっき矢印でブーンと書いたところを目指すような、取り組みができたらなというふうに考えています。で、もう一つ、学校の先生って学校の中だけで、いいのかなということを考えるとですね、実はそれもそうではなくて、もちろん、それは重要なことなんですけども、こんな経験がありました。私が、小山高専の専攻科で書いた時の論文をですね、埼玉県のある中学校の女の子が見ました。で、先生、私、高校でですね、クマムシの研究をしてるんですけれども、いろいろ教えてもらいたいです。理科部もなくて、聞ける人がいません。というようなメールが突然来ました。私なんか怪しいメールかなと思ったんですけれども、よくいろいろこう調査すると、そうではなくてですね、きちんとした問い合わせ、でした。なので、私そこから1年間ぐらいですね、メールベースで、まあ足長おじさんじゃないですけれども、まあ、彼女にこう研究の指導を続けてきました。で、そうすると彼女いろんなですね、サイエンスのコンテストで受賞したりしてですね、まあ、お名前をお出しできませんけれども、ネットで聞くとですね、かなり優秀な成績を出して、いてですね、まあ、それが評価されて、まあ、慶応大学に特別枠でですね、入学しました。で、その彼女がですね、先生受かりました。で、向こうに行く前に一度ご挨拶したいんですっていうので来てくれたのが、この写真です。まあ、顔はほとんど特定できないでしょうし、もう大きくなってるのでですね、昔の状況なのでよろしいかと思って、まあ多少ぼやかして載せましたけれども、まあそういうようなことがある。だから、やっぱり教育、研究っていうのは、なんて言うんでしょう。誰々に対して限定ではなくて、どこどこで対して限定ではなくてですね、これは世界中のすべての、教育を受けたい、もしくは、受けたくても受けれないような状況の子どもたちにも展開していくということが、これ私の与えられた使命かなというふうに思っています。今日はですね、在宅勤務になっていてですね、今長男が、帰ってきて今ちょっと玄関を開けに行きましたので失礼させていただいてました。まあそんなようなところでですね、はい。で、さっきこうお見せした、私の、なんて言うんでしょう、学ですね。学校の先生や、やですね、研究者とこうお付き合い、している、こうネットワークがこんな感じですけれども、これが学で、1回の、一期一会がどん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 回って、結局ものすごい、性のスパイラルになってですね、でかい組織を作っていくきっかけになると。で、まあ、一生懸命やってるとこうやって、増えてきます。で、仙台高専の矢島先生もここに、ちょっと書かせていただきましたけれども、まあ、矢島先生ともいろいろ研究一緒にさせていただいて、すごくベテランで、いろんな力持ってる先生なので、そういう方たちからもですね、エネルギーをもらってやっていくと。で、これ学編です。学校の、まあ、スパイラルですけれども、これを今度産業界を巻き込むとですね、どんなことになるかというと、これですね、日本に核爆弾を落としたかのようなぐらいのインパクトのあるですね、提言や活動ができるというように期待しております。まあ、この前、吉池さんとですね、学位先生にも、まあ、NPO に入っていただきましたけれども、まあ、こうやって、いろんな形でですね、仲間を増やしていくということ、で、一期一会をきちんと大切にしながらやっていくと、それがぐるぐる回ってですね、ものすごい力になっていくんだよということです。で、
まあ、さっき申し上げましたけれども、私の教育に関しては、申し上げた通りです。で、研究で私の研究というのはこれハケと、インクさえあってそれをどっかに塗りつければこれ電気が起きます。ですので、そういう技術を使って、まあ、こういうところに住んでる子どもたちにですね、例えば、この木に塗りつけるだけ、それから物干し竿にここの屋根のところにブルーのフォローがかかってますけども、ここに塗るだけでですね、発電することができますので、まあ、こんなのをうまく世界に展開していきたいなと。ですので、それをするためには、やっぱり、まあ、教育、研究、そして、夢と仲間ということが大事になるかなと思ってます。で、まあ、今41歳ですけれども、もう人生って一生に1回しかないわけですね。で、今私がこれ喋ってる一瞬っていうのも、これまさに一期一会で、まあ、後悔したくないんですね。だから無理だやめとけってこう言われても、やっぱり私は一度きりの人生、こう夢を持って突っ走るしかないなっていうふうに思ってます。まあそんなところでですね、今日の私の話ちょうど13時1分になりましたので、この辺りで終わらせていただきたいと思います。どうもご清聴いただきましてありがとうございました。